配弾はゲーム内で一番強いボスだ。攻撃方法が多く、敵弾も密集している。生き残りたいなら簡単なものではない。さらに凶暴状態になると数秒ごとに全画面攻撃を放ち、ダメージもだんだん増えていく。もちろんタイタンを倒す必要はなく、できるだけ多くのダメージを与えるのが目的だ。ダメージ数値は全体でランキングして、10の終わりに多くのスタート、タイタンポイントがもらえる。タイタンポイントでは、エスク車、戦闘機を含む制服車戦闘を購入できる。それが最強装備だぜ。どのように高いダメージを与えるのかについて、まず生き残ることが大事だ。生き残って多くダメージを与える。そのため、HP を増やす装備をつけることが必要がある。タイタンの凶暴状態に耐えてから勝利する。次に、指を、なく一時的に時間を止め、弾幕を避ける。しかし、この方法は、ギリギリな操作と判断力が大事で、なければ、逆に死んでしまう可能性もある。最後はタイタンの攻撃方法を覚え、タイタンの攻撃ルートはほとんど固定されたから、慣れたらほとんどの攻撃を避ける。瞬間生き残れば、タイタンは凶暴状態になり、数秒ごとに全画面から攻撃する。この攻撃は避けられない。その前にできるだけ多くのダメージを与えよう。以上が私の全ての経験だ。それでやってみてください。早く制服者セットを手に入れよう。